まあ、昨年の 3.11 を契機としてですね、たまたま人的ネットワークでこれまでいろいろ交流のあったカゴメとカルビーとそれからロト製薬の、経営陣がその遠くでのですね支援ということを、それぞれの企業はもう4月からもやってたんですけども、何が一番大事かと、もちろんたくさん大事なことあるんですけどもね、この震災で子どもたちっていうことにフォーカスをしたときに、この子どもたちの支援というのはものすごく将来に向けてこの東北を復興させようとしたら、この子たちに対する何らかの支援が必要じゃない。特に震災維持、これは神戸の大震災の時に進学も諦めて働きに出てしまったと、こういうあまり好ましくない状況があったんで、東北では実は本当は進学したいという子どもたちに対して、今すぐ働いても役に立たないと、働くところもないと、だから今は一生懸命勉強して将来社会に役立つ人材になってほしいと、その背中を支えようじゃないかとですね。むしろお金だけでこの基金の活動終わりということは全く考えてませんから、基本的にはね、心の相談なんですよ。考え方とかね、不安とかで、それは少し、ここに若いスタッフも結構いますので、少し年上のお兄さんやお姉さんがその話を聞いてあげるっていうことがすごく大事でね、ああしろこうしろっていうことを彼らは求めてないんですよ。聞いてほしい、誰かに聞いてほしいと。でそれは親に相談できないと、ましてどちらかをなくしてるわけですから、その余計負担をかけたくないと。でそれは友達も相談できないというところで、ここのスタッフに相談しに来るっていうケースが結構増えてきました。高校卒業して進学だけですから、条件は。だから受かったという証明があれば、維持であるということと受かったという、この2つだけが条件ですから。ですから申請書類なんてもう3つしかありませんので、非常にシンプルにしています。昨年の3月24日にですね、96名が第1期生として、小学生としてスタートしたんですが、で第2期生が今進学希望を聞いてますが、今110名を超える子どもたちが進学したいというエントリーをしてます。東北3県でですね、親を亡くされたお子さんというのは推定1700人と、昨年生まれた赤ちゃんからですから、多分最終卒業者が出るまで25年ぐらいの長い基金活動になると思いますし、最後の一人が卒業したら解散ということ、推定で40億円から50億円ぐらい25年間でかかるだろうということを今のところ想定しています。基本的にはホームページを見ていただいて、銀行振込によるもの、あるいはクレジットカードのより決済というやり方を取っておりまして、この1年間やってきまして、今寄付者の総数が1200個人団体含めてですね、で圧倒的に継続者が多いんです。だから毎月1000円ずつクレジット決済する、非常に多いんですね。これがこの基金のサポーターの特徴になってますね。目の大きさ金額じゃないですから、そういうふうに考えてます。やっぱ夢を捨てずに希望を持って前向いて歩いてほしいって、そういう狙いで、目的でこの基金を立ち上げました。ぜひこの趣旨にご賛同の方々がいらっしゃれば、この道のく未来基金のホームページをぜひ一度開いて、見ていただければありがたいと、このように思います。よろしくお願いします。今度の震災で不幸にも お父さんあるいはお母さんを亡くされたお子さんがいらっしゃいましたら、東北の方以外でもこの基金は支援しています。もし何かのメディアを通してこの情報が届けばですね、ぜひ一度この道のく未来基金に連絡をください。全国どこへでも飛んでいきますので、よろしくお願いいたします。頑張ってください。